こんにちは。今回は2022年の秋にオープンした12分屋彦根駅前分店やっていきます。なんとこちらのお店にはね、他の12分屋のお店では食べられない幻のラーメンがある。しかも平日の昼間しか食べられないっていうことなんで、早速行ってみましょう。12分屋は2013年滋賀県彦根市発祥で、地元のね醤油を使った醤油ラーメンが非常に人気と、まあ、今ではね東京をはじめ全国に展開されてます。東京の高田馬場のラーメン選挙でね2021年に優勝してますね。そして12分屋の本店の彦根店、2022年の10月に閉店してしまって、これ一体ねどこに行ってしまったんやろって思うんですけど、彦根駅前にねちゃんとあるんですよ。アルプラザ彦根店に面した通りのこれもう一本西の通りですね。ここに大衆酒場たまるさんがあるんですけど、そのたまるさんのランチタイムに営業しています。12分屋彦根駅前分店っていう形で営業してます。夜は居酒屋、昼はラーメン屋って感じですね。今回ね特別にお時間いただいて、店内の様子とかいろいろお話を伺う機会がありました。12分屋の本店のね彦根店は、もともとあのラーメンの激戦区と言われたベルロードにお店があったんですけど、その中でもね着々とファンを獲得していきました。そしてこちらの彦根駅前分店は駐車場がないと、隣にね駐車場はあるんですけど、これは別のお店のものなんで、もう絶対止めないようにお願いします。僕はねアルプラザ彦根店のコインパーキングに止めましたよ。ではラーメン行ってみましょう。他の12分屋さんと比べてねメニューはちょっと少ないんですけど、これが買い出しラーメンの塩です。ハマグリスープです。12分屋は基本醤油推しなんで、買い出しラーメンの醤油はあるんですけど、塩はねここの店舗でしかやってないそうです。買い出しラーメンの醤油は醤油の主張が強いんですけど、この塩味はねハマグリの主張が強いです。そしてラーメンとね具材が別々に用意されているのが特徴で、これ少しずつ具材を入れていって、まあ、ちょっとずつ味を変えて食べていきます。そしてね最後締めにね明太ご飯に残ったスープをかけて召し上がると、これが一番おすすめの食べ方です。そしてもう一つ、こちらは期間限定生姜醤油ラーメン、なんとね岩下の新生姜が添えられてます。岩下の新生姜は栃木の岩下食品のブランドで、もう全国的にも有名なんですけど、岩下職人公認のオリジナル生姜醤油ラーメンということです。岩下の新生姜ミュージアムっていうのもあるぐらいね確立したブランドですね。この醤油ラーメンに添えることで、まあ、なんか柔らかい味になります。香りなんかもねとっても良かったです。もともと2週間ぐらいの限定販売だったんですけど、大好評につき2月末まで販売するそうです。このお店の店長さんがねもういろいろな企業と協力して、またこのお店限定のオリジナルラーメンを提供したいと語っておられました。そしてこちらのお店なんですけど、大衆酒場たまるさんのランチタイムに営業してるってことでね、昼間もたまるさんのメニューもいただけるっていうことで、昼飲みしたい方はぜひお立ち寄りください。この12分屋さん海外にね展開しようと3年前にベトナムに視察に行こうと思ったらしいんですけど、ちょうどその時にコロナが大流行して足止めを食ってしまったということです。12分屋さんねとってもファンが多いんで、いずれまた海外にも展開していくと思います。で彦根といえばね、彦根総合高校甲子園まであと1ヶ月ですね。少しね見学させていただいたんですけど、野球部の皆さん寒い中練習頑張っていましたね。こちらの方も期待しましょう。今回は彦根発祥のラーメン12分屋彦根駅前分店紹介しました。またコラボラーメン期待しています。ご視聴ありがとうございました。
ー。